悪ガキでもういたずらばっかりする本当にクリシュナのような連れて行かれた大学、カルカッタの大学でバラタナティアも初めて見たんです。で、そこでも衝撃で、あ、もうこれがしたいと思って、ね、踊ってる時の自分ってやっぱり自分そのものじゃないですか。クリシュナの口の中を見た時に宇宙が広がっていたとか、そういうものがちょっと実体験として分かるというか。今日は南インド古典舞踊家バラタナティアムダンサーであり、福岡のスタジオビッパラ主催でインド舞踊とヨガを指導している福永みゆきさんにお時間をいただいてインタビューをしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。みゆきさんと私のつながりですが、私のインド舞踊の母校カラクシェトラの先輩で、重なる時期はありませんでしたが、私は留学する前からお名前を存じ上げていました。で、留学時代にも知り合いからお名前を聞きました。2015年に福岡に招待いただいて一緒に福岡公演をしました。その節は本当にお世話になりました。ありがとうございました。簡単に自己紹介していただいてもいいですか？あ、はい、今現在福岡で南インドの古典舞踊家として教室を主催してます福永と申します。2000年から、カラクシェトラに留学して、で2004年からチャンドラシェーカーさんに1年ついて、でアランゲトラムの舞台を踏みました。で、日本帰国後は今自宅にしているスタジオピッパラと、あと、まあ、公民館なので教室を開いて、あと舞台活動もしております。まず小さい頃はどんなお子さんでしたか？ダンスに興味はあったんでしょうか？小さい頃はダンスにも興味があったわけではなくて、どちらかというと悪ガキです。悪ガキでもういたずらばっかりする、本当にクリシュナのような子供です。あ、そうですか。はい。じゃあ、その悪ガキ、はい、悪ガキ。だってもう全然ダンスとかはしてなかったんですか？してなかったですね。小学校の頃は水泳をしていて。ああ、同じだ。あ、本当ですか。で、中学校はテニスです。で、インド舞踊をに興味を持ったきっかけは何ですか？そして、大学に入った時に東南アジアとかのアジア諸国を旅行して、それで、そうですね、タイとかに行った時にやっぱりすごいアジアの文化に興味があったんですよ。で、あとボランティアもしたい。それで、カンボジアに短期で、まあ、6ヶ月ぐらいかだったかな、旅行に行ったんですけど、その時にカンボジアの舞踊を見て、もうすごい興味が湧いて、それで、やっぱりカンボジアのアンコールワットもヒンドゥーの寺院なんですね。で、インドとか、その、アジア文化の源流がインドにあるっていうことも興味があって、どうしてもインドに行きたいと思ったんですね。で、カルカッタに入って、カンボジアのその、ボランティアの任期を終えて、インドに一人で旅行しようと思って、インドに入っ、カルカッタに入った時に、たまたま、天野教授っていうインド舞踊を研究している方に出会って、連れて行かれた大学、カルカッタの大学でバラタナティアも初めて見たんです。で、そこでも衝撃で、あ、もうこれがしたいと思って、まあ、その時のもう感動と、なんかその感覚とで、はい、というのがきっかけです。で、そこで一回日本に戻られてカラクシェトラに入ったんですか？あ、でも日本でされたんですか？あ、それで、その旅行、一人旅の中で、まずカルカッタからシャンティニケタンに行ったんです。で、そこで、日本、すごく向こうで功績を残されている牧野教授のお嬢さん、牧野節さん
と言って、マニプリのダンサーなんですけど、今日本で活躍されてる。で、その施設さんにお会いして、いろいろお話を伺って、インド舞踊に興味があるっていうことで、で、南に、カラクシェトラという学校があって、そこに川原田文香ちゃんっていう、日本人が留学してて、文香ちゃんはもともと、シャンティニケタに留学してたんですね。で、サチさんとも仲が良かったので、そういう子がいるよっていうこととかを伺って、行って、南に行くっていうのを私が決めてたので、そこに行ってみたらっていうのを、セツさんが、提案されて、で、その後軽かったから、チェンナイに移動したんですね。で、シャンティニケタンは何年ぐらいいらっしゃったんですか？ふみみゆかきちゃさん。んがいらっしゃったんですか？あ、私はもうその、一人旅でたまたまちょっと数日滞在しただけです。で、たぶんふみかちゃんは1年とか留学してたと思うんですけど、で、カルカッタからチェンナイに移動して、で、そのカルカッタのもともと大学で見た踊りがバラタナティアムだったんですね。で、やっぱり、その、南にちょっと今日すごく興味があったので、南に行って、で、ロンリープラネットとかにカラクシェトラも乗ってたので、なんとなくフラッと行ってみようと思って、そのカラクシュトラがやっぱりすごく素敵なところで、で、そこでまたフミカちゃんに出会えて、いろいろその現地の生活とか聞いて、あ、もうここで学びたいなって、その時の直感というか感覚で思って、また、その後、ちょっとどこら辺を旅したか、チェンナイからケララ行ったかちょっと覚えてないんですけど、で、日本に一回帰国して、で、ちょっとアルバイトをしながら、オディシー、その当時、オディシーの、サキーナさんしか福岡に先生がいらっしゃらなくて、で、オディシーの踊りを習いながら、ちょっとお金を貯めて、両親も説得して、そして、留学手続きのため、また、インドに登院しましたっていう。それ大学卒業されてからですか？あ、そうです。カンボジアに行ったのがもう大学卒業した後、ボランティア、っていう、はい、ご両親はどうでしたか？反応。もうです大反対ですよね。もう本当に大変でしたね。よね。もうなんか何しに行くんだみたいな感じで。まあ、もともとそうですね、カンボジアも反対だったし、やっぱり命、ね、命に関わることだから、ね、反対もするのも当然かなって思います。今自分になって。それで、チェーン内に行って入学したいってカラクセトラに言ったんですか？オフィスに。そうです。で、私22かなんかだったんですね、その時。22か3で。で、大学は1回、ちょっと年齢がオーバーしてるからって言われて、で、日本領事館に相談したんですよ。どうしすごたい行動力ですね。そうですかね。なんか、推薦状があればいいって言われたのか、ちょっと私も覚えてないんですけど、なんか、とにかく、領事館の方に、知り合いがいたんだったか、もう本当に記憶がおぼろなんですけど、その当時行って、で、相談したら、あ、もう推薦状書いてあげるからっていう、すぐ言われて、で、推薦状書いていただいて、もう一回きちんとした形で申請に行ったら、じゃあ試験は受けていいよって言われて、試験を受けて、見事に、無事、入学が決まりました。あ、そうっていうです。感じ。1年生から入学されたんですか？そうです。1年生から入学して、はい。どうでした？そのカルカッタで見たインド舞踊をその思い描いていたイメージで入ってみて、実際どうでした？ホステルに泊まられたんですか？なんですよ。なんか、何年間？いや、1年です。1 年間。ああ、そうですか。どうでしたか？もうとにかく大変でした。大変。変です。もう大変。どういったところが一番大変でした？まず、自分にとって初めての、なんていうか、留学。そのカンボジアはいろんな国の人がいて、で、カナダ人と一緒に住んでたんですね。で、自由にも、まあ、お酒も飲めるし、まあ、自由じゃないですか、カンボジアの生活は。でも、インドはもう、その箱の中に入れられて、で、しかも、ふみかちゃん家にちょっと一時滞在してて、
で、ふみかちゃんの家に、ステイするのでいいですかって、校長先生に聞きに行ったら、校長先生がダメって言ったんですよ。まあ、一年さんはそは、の時は、カラクセトルに卒業されてたんですか？違います。4年、3年生だったかな。3そうなん年で生だす。と。で、外から通ってらしたんですね。そう。で、なんか安全性を考えて、領事館から推薦状とかもらってて、なんかあったらいけないからみたいな 言われて、で、そうなんですよ、ホステルどが。うでホすスか？ホステルさん、まあ、何人部屋でした？なんか二人部屋だったんですけど、全く火の入らないなんか、知ってますか、エリナさん。私、ホステルで生活したことないんで、最初から嫌だった。なんか、もうよまき。さにそのご想像にもう皆さんのお任せしますけど、いろいろもとにかく大変で、でもまあ、いい経験になりました。もう泣いた時はみんな慰めてくれて。ルームメイトはインド人の方だったんですか？ですね、マレーシア人だったんですよ。あ、すいません、3人部屋でした、ごめんなさい。3 3人人部部屋屋で、で、ママレーレーシシアア人人。とケララのインド人のこと。もうすごく助けてくれて、みんな優しかったのは確かです。確かそです。れですか。ただもう文化の違いがとにかく大変でしたね。そうでそすれだよ。けは。洗濯機もないし、エアコンもないそこそこ。し。で、しかも蚊もいるじゃないですか。そうですよね。もうすべてが。で、5時起きぐらいで、なんか朝トレーニングしなかいけなかったんですよ。6時まどうで。なんですか？何のトレーニング？なんかもうとにかく体力作りみたいなトレーニングをしないといけなくて、もうとにかく大変でした。走るみたいな。いや、ストレッチとか、ジャンプみたいなやつとか。厳しいですね。その時そんなのなかった気がします。あと音楽もしないといけなかったです。朝起きああ、て。そうですね。それはなんか今日クラスっていうか、なんか授業でじゃなくてですか？朝のトレーニングでですか？朝のトレーニングで、なんか、それをしないといけない人、なんか体力作りみたいなのしないといけない人も5時起きなんですよ。何時に寝るんですか？ それで何時でしたっけ？もう全然覚えてないです。もそうですか。う。何時でしたっけ？もう何十年も前。そうですか。もう大変でしたね。もう揉まれて。まあですね、文化が違うっていうところは大きいですね。なんかホステルに滞在してて、いいことはありましたか？逆に。ないと言ったら怒られますね。なんかおやっ友ぱり達ができたんじゃないですか。私ホステルじゃなかったんで、そんな。もちろんお友達ができたりしたことと、やっぱりもうすごい集中できたんですよ、踊りに。そうですね。もう自分に集中できたのと踊りに完全に集中できたから、もう時間があればストレッチしたり、なんか本を読んだりとか、その遊べないからですね。そうですね。外出できないですよね。なんか週1回だけできませんでした、できたんですよ。あ、そうですか。なのでそこだけを楽しみにいつも ええー、どこ頑に行っ張ってたんます。ですか、外出したときは。買い物ですよね。そうマイです。ラプールの周りとか。で、1年間ホステルで過ごして、2年目に行ったんですか？2年目に、一人で始めることができました、ようやく。どうやって探したんですか？なんか先生の紹介で、1階に先生が住んでて、2階です、確か。あ、いいであ、すね。隣、その先生がもともといたフラットに、隣に先生が引っ越したんですよ。で、そこ開くからどうって言われて、そこに行きました。あ、いいですね。安全です。無理談釜の先生、ご存知ですか？すごい笑顔が素アニ敵ルな。クマルサですか？あ、そう、アニエル・クマールサです。そうそうですです。か。同じ、ま、いらっしゃいました？もういらっしゃいましたよ。ずっといらっしゃいましたね。で、
どうでした？ホステルの、生活から出て外の生活はいかがでした？もう本当に幸せというか、もう自由 自由を満喫されました。自由が、もう私自由な人なんですよ、本当に根っから。なので、本当にそれはもう、それはそれは、自由を満喫しました。いや、そうですか。はい。何をしました？まずは。覚えてないですけど、もう海が近かったから、いつでも海に行けるのと、まあお酒も飲めるし、自分の好きなものも食べれるし。そうですか、大変でしたね。で、3年、2年、3年って行って、なんかここ、心境の変化はありました？あ、そう、私、4年行かなかったんですよ。3年そうです。で、学校、なんかやっぱ4年は長いじゃないですか。そうで、ですね。ちょっともういろ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 考えて、3年、ちょっと個人の先生につきたいっていうのもあって、3年まで学校を修了して、で、チャンドルシェーカーさんが、前から尊敬してて、すごく習いたいと思ってたので、さらに相談したら、ああ、じゃあ来て、ここでアランゲトラムするのもいいかもね、みたいな感じで言ってくれて、で、私、まあ、皆さん4年、ミカちゃんとか4年いて、PhD、PhD って言うんですかね。あれですよね。なんだっけ、ポストグラデュエイトですよね。そうです。そこを行きながら、サーのとこに行ったんですけど、私なんかちょっと年齢的にも、もう4年ぐらいで切り上げたいなっていうのもあったので、3年、カラクシエトラに行って、まあ、バルナムとかまでもう一通り終わってたので、もう、それでもうサーのとこに1年は行ったんです。そうですか。まあ、いろいろもね、やっぱり先生も生徒もみんな、友達も、いろいろまあ、あったんですけど、まあ、ですね、それはもう決めて。なんかチャンドラシェイカ先生のどこに惹かれたんですか？どんなところに惹かれたんですか？どんなとこでしょうね。なんか、やっぱりサーの踊りを見たときに、すごく、心にね、感動する、自分の中に感動があったこと ですかね。そうですか。で、それで1年間、習ったんですよね。で、帰る。もう1年間、その時は習って帰るって決めてたんですか？日本に。あ、はい、もうビザが確か4年とかだったので、なるほど。そっか、そうですよね。学生ビザ。そうです、学生ビザです。なるほど。で、帰ってきて、何しようかなみたいなのありましたか？インド舞踊教えようみたいな。日本に来そうですね、だから、まあ、アランゲトラも終えて、向こうで。そしてこちて。らでそうですよね。もアランゲトラどこでされたんですか？ああ、会場も今で覚えてないんですけど、で、チャンドラシェイカさんがナットワンガムはされい、そうです。で、大阪に今いらっしゃる松下洋子さんがたまたまいて、なんか日本人会のお客さんがいっぱい来てくださったんですよ。なのそうで、ちですょっと、か。洋子さんが司会をしていただいて、サーがその日本人の方向けに、おのおとの共通点とか、そういったレクチャーもしてくださって、っていう感じです。そうですか。なんかアランゲトラも終えて、ほっとしたみたいなとこありましたか？そうですね、もう、そうですね、ほっとしたというか、やりきった感が。ありまです。もまあ、本当にまだね、スタート地点じゃないですか、ダンサーにとっては、アランゲトラムが。そうですね。で、帰国されて、じゃあインド舞踊を教えようかなみたいな感じで。そうですね。なんか、日本でも公演したんですね。そうですか。はい。ソロ公演をアジア美術館でさせていただいて、で、まあ、なかなかやっぱりちょっと生徒さんって、福岡でそういうのに興味持つっていうのが、当時なかなかでしたけど、まあ、自分なりにゆっくりペースで、今までどうにか続けて折れてっていう感じです。
その帰ってきて、ご両親どうでしたか？あ、やっと帰ってきてくれたって感じでした。そうですね、喜んでました。あ、そうですか。それで、インタビューを。でも、生徒さん、ね、着くまで時間かかりますよね。そうですね。まあね、そんなに、どういうふうに私もしたのか覚えてないですけど、なんか仕事をしながらずっと続けてました。あ、そうですか。他の仕事をしながら。そうですか。なんかその当時は福岡でなんかインド舞踊の印象とかってどういう感じだったんですかね。サキーナさんはもうやってらしたんですよね、オディッシそうですね。ョもう、でも結構珍しいっていうふうに、今でもなんかそういう感じはあります。ン。そうでどすんね。な踊りですかって言われたり。でもアジア美術館があるっていうのがすごいなんか心強くないですか？ そうですね。なんかそうそう、イベントが結構あって、その度にお仕事いただいたり。なるほど。で、福岡に戻って教室をね、お仕事しながら活動されて、で、ヨガの出会いもお聞きしてもいいですか？ヨガの出会いですね。ヨガは、インドで、バルタナティアムがとにかく呼吸が上がってきついじゃないですか。踊りが、トレーニングですけど。で、もう本当に息が上がるっていうふうに思ってた時に、友達、ランジット分かりますか？ランジットが、あれですよ。シバーナンダが近くにあって、そこに行ったらいいんじゃないってアドバイスしてくれて、ヨガをすると呼吸がこう自分でコントロールできるようになるからってことで、学校2年生の時かな？もう外に出た後に行き出したんですよ、シバーナンダに。朝、シバーナンダに行って学校に行くっていう生活を始めたんですね。そしたらもう本当に、もう自分でもびっくりしますけど、呼吸が、何ですか、整うようになって、踊りでもそこまで息が上がらなくなって。やっぱ腹式呼吸とか、いろんな、その呼吸のパワーをすごくそれで実感しました。で、在学中はシバーナンダにずっと通って、で、資格は、なんだっけ、ビビカーナンダの大学ご存知ですか？なんかみゆきさんからお聞きしましたね。マイソールにあるビビカーナンダの大学で取ってっていう感じ。手に、教科書からずっと教えてます、ヨガも。それは短期コースみたいなのに通ったんですか？1ヶ月のコースでした。で、論文とかも書かないといけない。結構しっかりした。ああ、そうなんですね。どうですか。で、日本で、インドで習うの時と、日本で教える時って全然違うじゃないですか、やっぱり。日本人は、インドについて全くわからないし、インド式で教えるの難しいじゃないですか。どういうふうな感じでそのインド舞踊を日本で帰ってきて教え始めました？なんか工夫とかあります？インド舞踊？そうです。急にインド舞踊の、話に変わってすいません。いえいえ、インド舞踊。ね、私も皆さんにそれをお聞きしたいなと思って。で、この間もなんか、皆さんで大集合したときに、あんまりちょっとその辺まで話せてないんですけど、ねえ、なんか、でも、もうこの、今、日本に帰国して20年くらい経ってるんですけど、で、ようやくなんかその、なんか掴めてきたというか、伝え方が、当時はもう自分のわかる範囲で、皆さんが楽しめるように、かつ自分の伝えたいことが伝わるようにっていうのを一生懸命模索しながら。でもやっぱりきついので、なかなか続かないですよね、皆さそうですね。まあ、ん。万人っていうの感じじゃないですよ。新たなっていうもんね。で、ただ自分が、なんかヨガ、それで取り込んだりした、してますか？そのインいドや、舞踊。全然、もう、あ、全然違うもの。最初はやってたんですけど、生徒さんにヨガでスタートして、インド舞踊ってやってたんですけど、やっぱちょっとなんか、それは、
なんか、でもなんかしっくり来なくて、今はしてないです。なので、インド舞踊のクラス、ヨガのクラスって分けてまなるほど。す。うん。で、結婚されたお子さんは、その後、帰ってきてから何年くらいで、あれですか、前なんに。か結構1年か2年くらいですぐ結婚したんですよ。あ、そうですか。早かったね。で、その仕事しながらインド舞踊を教えるっていうような生活をしてたんですけど、まあ、その仕事先でちょっと出会ってっていう感じです。で、大変でしたよね。じゃあ、お仕事しながら。その時は休まれたんですか？インド舞踊は。あ、もちろんです。もう、出産が決まった後は、あ、出産というか、妊娠した後はもうやめて。はい。じゃあ、うん。1ヶ月かお休みされて。いえいえ、もうやめ、退職して、あ、仕事もう、を転職して、インドあ、舞踊やってなくてみたいな感じで。インド舞踊は、まあ、産前産後1、2ヶ月ぐらい、うん、だ、みたいな感じで、なんかその、ストップした、しない方がいいかなと思って。あ、すごいですね。で、3人もお子さんいらっしゃるじゃないですか。じゃあ、お子さんが、妊娠されて、その出産とかは、もう3人のお子さん、その度に前後1ヶ月くらいお休みされたって感じですか？前が1ヶ月で、5が3ヶ月ぐらいとかですかね。で、そうです、そうです。皆さん多分生徒さん、あんなにちっちゃかったのにって言われます。そうですよ。なんかお子さんができて、なんかインド舞踊に変化はありましたか？あありますよね、やっぱりりますね。か？どんな具体的にやっなんぱか。り一番あるのはアビナヤをする時のお子おお。さんの入れ方とか、うん。やっぱりすごくその人生のなんていうか、醍醐味がぎゅって子供を産むことで知るじゃないですか。大変なことも幸せも一気に来るじゃないですか。だから、クリシュナの口の中を見たときに宇宙が広がっていたとか、そういうものがちょっと実体験としてわかるというか、ありますよね。なんですかね。喜びですよね、子供。ダンスに深みが出たみたいな感じですね。紙が出たらいいんですけど、出てほしいです。素晴らしいですね。もう日本で活動していて、で、あれですよね、生徒さんも何人かアランゲトラもされたんですよね、初舞あ、台。そうです、そうです。はい。い素晴らしいですね。や、でも本当になんか、私にとって喜びそのものでしたね。子供出産したのとはまた違う喜びですね。そうなんですか、か。独り立ちしていただいて、皆さん、素晴らしいですよね。ねえ、素晴らしいですね、本当に。もうなんか長く続けることも大変じゃないですか。しかも3人もお子さん、行って、本当にどうやって、なんか、両立の、あれが何かアドバイスがあればお願いします。なんかその踊りってなんかとにかく自分のライフワークじゃないですけど、きっとエリナさんにとっても自分の人生そのものじゃないですか。きっとすごく大切にしてきた自分自身のこと。で、まずそれってすごい大事なので、そこを大事にするっていうのが私はあるんですね。それ人それぞれあると思うんですけど。で、まずその自分の自身のことも含め、踊りのことがすごく大切で、そこかなって。で、もちろん子供も大事なんですよ。子供も大事。もう本当にかけがえのない存在で、宝物で。なんですけど、やっぱり自分自身のことと踊りっていうのが、もう貴重なことじゃないですか。そこをまず大事に。いると、なんか、子供もそっちの方が幸せ。なんかやっぱり、ね、生徒さんが
私もちょっと体を痛めた時期があって、生徒さんが、そこまで人数も多くない時期に、ちょっともうやめようかなと思った時期があったんですね。で、家族に相談をしたら、やっぱりママ踊れ踊ってる方が、踊ってるのがママだと思うし、その方が輝きもあるし、絶対続けた方がいいって言われたんですよ。ただ単純に、こいつは家族に。で、その時もやっぱり、あ、やっぱり、ね、そう、それはそうだなっていうのもあったんですけど、ね、踊ってる時の自分ってやっぱり、ね、きっと自分そのものじゃないですか。自分にしかわからないその感覚と思うんですけど。そうだですね。から、やっぱり続けるといろんな出会いがあるっていうことと、ね、大事なものを大事にっていう、もうシンプルに。な子育て。でも子供、あれですよね。3、4歳までは大変ですけど、なんか、そうね。でも周りの、エリナさん、ご両親が日本にいらっしゃるっていうこともありますよね。だから私もなんか、両親が見てもらえないときは、託児所に預けたり、もうそこら辺はやっぱちょっと苦労しましたけどね。でもやっぱ、子供、あ、そうなんですよ。3歳ぐらいまでしっかり子供と向き合っていました、でも私も。で、一番可愛いし、そこはもう絶対大事にして、で、まあ5歳ぐらい、ちょうどね、今のお子さんぐらいの年になると自分のことも自分でできるようになるので、そしたらもう、よっしゃーって感じで。で、私がね、みゆきさんと会った時の印象が、すごくなんか、スピリチュアルな感じの方だなって思ったんですね。はい。で、私インドに行く前は結構なんかスピリチュアルだなって自分のこと思ってたんですけど、そのインドってなんかスピリチュアルなイメージあるじゃないですか。で、インドに行ったらスピリチュアリティが失われたような感覚になったんです。わかり逆まにす。なこんれちょっか、と、ここいで言っろんていいなのこかと、わからないですけど、わかります。おっしゃりたいことよでく。すね、なんか、わかります。人間不信に陥って、多分あの時は。わなんかりか、ます。みゆきさんがすごくなんか、そのスピリチュアリティを保たれてるのが、すごいなって思って、で、なんかお子さんもなんか、ちょっと言っていいのかわかんないんですけど、シュタイナー系の学校、これって言っていいんでああ、すそうか？です、そうです。うん、もシュタちイろナーん。系の学校に行かれて、なんかその福岡にお邪魔した時に、ああ、なんかすっごい素敵なご家庭だなと思って、で、いやいや、もうそんなことないでなんかすおよ。子もうおさ見んせのでなんきないかです。なんていうのかな、なんか世界観もすごい大事にされてるし、ああ、なんか羨ましい、こんな家庭持ちたいと思ったんですね。で、なんかそういうところで、なんか子育てで大事にされてることとかありますか？そうですね。もう私大好きなので、子供たちのこと、なんか、しっかり向き合うか、ってことですかね。とにかくもう、一緒にいるときは、その時間をすごく大事にして、自分も楽しみ、子育てを楽しんで、一緒にいる時間ってきっと貴重なので、一緒にいる時間を大事にしています。なんか、こんな答えていいのかちょっとわからないんですけど。一番大切なことで一番難しいことですね。そ うなんですかね。どうですか？素晴らしいな。いいままで羨ましいですね。とんでもないですよ、もう。でもなんか敵、やっぱ力を抜く、なんかね、こうしなければならないとか、あんまり考えずに、ね、完璧をも、自分に求めず、子供にも求めず。でもなんか、あれしなさい、これしなさいとかすごい言います、私。すごいさせます。独立してほしいですからね。自立か。自立化してほしいね。です。ね。そうですか。じゃあ、これからの、もしなんか、活動の目標とかありますか？これからどんなふうにしていきたいとか、ありますか？ね、なんか、これからだんだんお子さんもね、大きくなられて、自分の時間が増えますし、なんか、どんなふうに、インド舞踊と、
とかヨガとか向き合っていきたいみたいなのありますか？そうですね。私、今、ヨガとインド舞踊の教室をしてるんですけど、ヨガに関してはやっぱり、ママたちがすごくリラックスして、呼吸を整える時間になってる、なってるみたいなんですね。なので、まあ、皆さんがリラックスして自分をいたわる時間を作るっていうので、まあ、もうぼちぼちな感じでやっていきたいんですけど、インド舞踊に関しては、アランゲットラムを踏む生徒さん、あと10人ぐらい持ちたいなって思ってます。すごい。ねえ、もっと、10人よりもっと増えたらいいんですけど、やっぱりねえ、踊りの素晴らしさと、それを自分が成し遂げるっていうことの喜びを、まあ、アランゲットラムのを終えた生徒さんで、私が体験させていただいたので、またそういうことをね、続けていけたらと思ってます。素晴らしいですね。やっぱりなんか、バラタナティアムってすごく、ね、大変じゃないですか、今の時代。やっぱりなんか、動画もどんどん短くなってきて、早く踊りたいみたいな、ね、ものがどんどん増えている中で、どういうふうにインド舞踊の良さを、ね、そんなにお弟子さんに伝えて、ね、やっぱりみゆきさんの、ね、指導の賜物だと思うんですけど、なんか生徒さんになんか伝えることで大切にしていることとかありますか？ねえ、なんかそれってすごい難しいんですけど、一言で言うのは。そうですね。なんかこの時代だからこそ、踊りを踊った時の、なんか初めて踊った方の、なんか声とかすごい結構面白くて、本当になんか皆さんいろいろ言われるんですよね。こんな踊りがあるんですね、みたいな。しかも神様の踊りでこんな手いて足をするんですね、みたいな。なんかみんなびっくりされて、だけどなんかやっぱり皆さんやっぱ新しいことを体験することでやっぱ自分の中の内側の何かが開いたりして、で、まあこの時代だからこそこの踊りでやっぱり大地とつながったり自分とつながったり地球のことを考えたり地球に捧げる踊りじゃないですか、ある意味ちょっと森羅万象に。なのでこのやっぱり自然がね、破壊されつつあるこの時代だからこそ、その自分とのつながり、自然とのつながりを感じるっていうことを、なんかね、難しいんですけど、単純な喜びとか驚きと同時にそういったことがあればいいなっていうふうに思ってます。なんか、これからインド舞踊を始める方に何かありますか？メッセージは。これから始める方なんかに、興味持ってる方とか。ねえ、まあ、楽しむこと、楽しい、なんか自分自身を喜び、楽しむ時間になれ、な、なると思うので、はい。で、スタジオは、の告知とか、なんか、舞踊の告知をお願いします。あ、はい。今現在福岡で、毎週金曜日と日曜日にインド舞踊のクラスを開催してますので、で、あと火曜日にヨガのクラスをしております。なので、もしご興味ある方は、ぜひ、ご連絡お待ちしております。あと、2月にですね、須賀ジャズダンススタジオさんっていうところが主催される、こちらの、ヒーローっていう、あ、ヒーローっていう空海の物語をミュージカルにした公演があるんですね。で、そちらにインド舞踊で出演させていただくことになっていて、2月の22と23に長崎で開催されますので、ぜひお越しください。何役で出演されるんですか？なんか女神って言ってました。すごい面白いですね。ねえ、なんか前回なんか全国公演されて、オリシーダンサーの福井さんっていう方が出演されたこともあるらしいんですよ。
で、今回なんか第2弾でやられて、それに私は出演を依頼を受けて。バラタナティアムのコスチュームで出るんですか？はい。わあ、面白いですね。なんぜかひ。青年が、ちょっとやっぱ苦悩、自分の中の葛藤とか、苦悩を体験する中で、インドのお寺に行って、そのインドのお寺で神聖さとか、なんか、私たちもそれってあるじゃないですか、インドに行って、感じたことを、なんか、こう、物語にしたやつっていう感じだそうでうん、面す。白い。希望とか光を見出すっていうお話。ああ、そうですか。面白はい。い。皆さん、ぜひいらしてください。スタジオと、今、ウェブサイトないですよね、みゆきさん。ああ、そうですね。今作ってないんですよ。作らないといけないんです。前あったです。予約とか、あと、スタジオのお問い合わせをどちらかしたらいいですか？インスタグラムからお願いいたします。スタジオピッましパた。のインスタグラムを、それをまた貼り付けていただいても。リンクを貼りますね、動画に。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、インスタグラムからお問い合わせお願いします。とはいうこい。とおで、願いいたじゃあ、し今ます。日は、ラジオピッパラ主催の福永みゆきさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。